Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 団長。Happy birthday to you. お誕生日おめでとう、団長。どうだった？誕生日の歌を教えてもらったんだけど、うまく歌えてたか？誕生日を祝うなんて、初めてやったけど、いいもんだな。てめえが生まれてこなかったら、俺たちがこうして一緒にいることもなかったんだよな。って、当たり前のことだけど、それってなんか、不思議なことだな。これからも、俺が毎年、てめえの誕生日を祝ってやるから、来年も楽しみにしとけよ。お誕生日おめでとう、団長！てめえの誕生日が来ると、俺まで嬉しくなっちまう。なんでなんだってコーニーに聞いたら、俺が団長のこと好きだからじゃねえかって言われたんだ。好きな奴にいいことがあると、俺まで嬉しくなんだな。大発見だぜ。だから、てめえにはこれからいっぱいいいことあってほしいって、俺願ってるんだ。コーニーの話が本当なら、てめえが笑って過ごしてくれたら、俺もすっげー楽しいと思うからさ。なんかあったら、頼ってくれよ。俺だって、てめえに恩返ししたいって思ってんだからな。俺さ、団長にはマジでいっぱい数えきれねえぐらいさ、あったけえ幸せをもらってんだよな。俺がこんな楽しくて幸せでいいのかって思っちまうほどによ。でよ、ちょっと考えたんだ。もらってばかりじゃやっぱダメだ。俺、団長に尽くすよ。この幸せは、ちょっとでも団長に返せるように。いっぱい頑張るぜ！手始めに、誕生日プレゼントによ、俺をくれてやるよ。大好きな団長のためだ、なんだってするぜ。期待してくれよな。お誕生日おめでとう！こうしてさ、また団長の誕生日、お祝いさせてくれてありがとうな。俺がお礼言うの、なんか変かもしんねえけど、すげえ嬉しいんだ。団長、俺を幸せにしてくれてありがとう。生まれてきてくれて、嬉しい！さ、パーティーしようぜ。いっぱい尽くしてやっからな。覚悟しろよ、団長。お誕生日おめでとう、団長。実は、ソシネと言えねえに、団長へのプレゼントは何がいいか相談したんだ。けど、二人とも、俺があげたいものをあげればいいとか、したいことすればいいって言うんだ。スイとコーニーも、そう言うからさ。俺、自分なりに考えてみたんだ。そんで、決めた。俺、
これからもずっと団長のそばにいる。今更かもしんないけど、それが俺にできる最高のプレゼントだと思ったんだ。あ、だから投げるんじゃねえよ。でもこれからもたくさん撫でてほしいな。まあ俺ばっかやられてちゃ申し訳ねえからよ。俺に何でもさせてくれ。思いつかなくても急がなくていいぜ。なんてったってずっとそばにいるんだからな。